ということで、ホルモンめっちゃ美味しかったんです。で、まあ、下の子とね、一緒に行ったので、下の子も一緒にね、食べれるメニューをって、探してたらですね、丸腸と、ヒレステーキが一緒になった定食が、ちょうどありまして、お店の人にね、聞いたら、子供とシェアしてもいいですよって、心よく言っていただいたので、ステーキと丸腸定食を食べてみました。やっぱり、ね、ホルモンが看板商品だけあって美味しいんですよね。で、まあ、焼きすぎないようにね、鉄板の温度、そんなに上げてないんですよね。ジュージュー言わない程度の温度、保温にしてあります。最後までね、柔らかく食べれて美味しかったです。クレアのね、中にあるので、ぜひね、皆さん寄ってみてください。ご飯お味噌汁ねおかわり自由で、まあ、子供とねシェアしても OK ですよって言っていただいたので大変ありがたかったです。それでは、見てください。3、2、1、どうぞ。迷子になるね。迷子みたいになるっていうこと？おいしそう。おいしそうだね。おいしそう。こういうメニュー見たことないよ。ホルモン定食。あ、だったらホルモンはね、コタロウがなかなか。あ、カボスサワー飲みたーい、お酒。うわぁ、さっきは関係ないです。ビール飲みたくなるよ。しながらサイコロステーキ。サイコロヒレステーキ。うん。おいしい。おいしい。うん。豚骨ね。なんかこの部分弱いね。うん。おすすめ持って。うん。なんかいい匂いする。うん。次、ホルモン。柔らかい。なんか食べれない。ん？食べれない、飲み込めない。一口でガブっといてみた。ガブって言ってもさ、うん、意味がないもん。うん、
美味しい。うん。ホルモンとろける。太郎くん食べたんですか、ちゃんと。うん、食べてるだけ。ちゃんと座ってください。サイコロステーキ。そうだよ、これだよ。サイコロステーキと丸腸定食。僕がこれ今食べてるんだよね。そうそう、それそれ。頑張って食べて、子どもグロックくん。